神道の心を伝える上級師範コースに入会しませんか？上級師範コースになると、ご自宅や通勤中にいつでもどこでもインストラクター育成講座を受けることができます。上級師範コースは古事記に登場する八百万の神々の神格を読み解き、その根底にある日本人のアイデンティティを学ぶことができます。またそれを学ぶだけではなく、伝えるためのインストラクター育成講座となっています。なぜ世界で一番長く続く国になったのか、その中心にはどんな考えがあったのか、またそれを守るために子孫はどんなことを行ったのか、テキストと動画、絵や図解を使って分かりやすく説明しています。さらに動画解説によるガイダンスを聞いた後に検定試験も設けております。一つの動画に10問の検定があり、楽しみながら身につけていただくようになっています。その他、神道の心を伝える代表小坂達也の講話や講座のムービーなど50作品を超えるもので学習できます。また随時新しい情報を追加して更新していきます。さらにお子様でも理解できる古事記の紙芝居や神格を紹介する動画も視聴できます。さらにさらに、ご自身が感じた感想を書き込む仕組みを構築、皆さんの感想を書き込み独自の作品を作ることができます。上級師範コースは中級修身コースで利用できる内容、古事記オンライン講座、神道音声ガイド付きの動画、神主様のインタビューなどが含まれています。インストラクターオンライン育成講座、1年間で12万円、更新は年間1万円です。さあ、オンライン講座に参加して、子どもたちや海外から来た外国人に日本の素晴らしい精神を伝えられるよう学びましょう。収益は神道の普及活動に充てさせていただきます。皆様のご支援よろしくお願いします。